はい、このロジックビギナーコースではですね、ロジックの操作をですね、ストレスなく行うことができるような基礎操作、これをですね、楽曲を一緒に作りながら学んでいきたいと思います。ということで、一番最初はですね、こうロジックをダウンロードしなくては始まりませんので、このダウンロード方法からいきましょう。まずですね、 Mac のアプリケーションフォルダを開いていただいて、その中の App Store、 これを立ち上げてください。 App Store が開かれましたら、こちらにロジックと検索をかけるとですね、こんな形でロジックが出てきます。あとはですね、これをクリックして購入いただくといった形ですね。そしてロジックのダウンロードが完了しますと、このアプリケーションの中にロジックプロ10というものが出ますので、こちらをダブルクリックで起動していくといった形です。またですね、すぐにこのロジックを立ち上げたいなっていう方はですね、この下の部分、こちらにドラッグ&ドロップして登録しておくのもありかと思います。次回からクリックするだけで立ち上げができます。最初にロジックを立ち上げた時にやっていただきたいのがここですね、上メニューのこのロジックからですね、追加コンテンツをダウンロード。この部分からはですね、様々な楽器だったりとかループだったりをダウンロードすることができますので、このレッスンの中でも頻繁に使用していきますので、最初は必ずこれをやっておいてください。この方法なんですけども非常に簡単で、まずインストールされていないコンテンツをすべて選択、こちらをクリックしていただきます。このようにですね、インストールされていないものにチェックがつきますので、その後にインストールを押していただくといった形となります。これがロジックの立ち上げから追加コンテンツまでの流れとなります。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 PC の方はスリープリークスのロゴをクリック、スマートフォン、タブレットの方は動画の下チャンネル登録をタップしてください。